ってるわけないでしょ。父は騙されていたんです。まだ30代の藤代正美との間にまともな恋愛感情があったなんて考えられません。30歳差ですか。僕に置き換えてみれば相手はまだ10歳ですよ。あ、でもまああと10年経てば守備範囲ですが。要するに